この後もまだ続くこのファンフェスタ中日ドラゴンズ2024この時間後半戦、解説はファンフェスタ実行委員長の井戸田さんでした。井戸田さん、ありがとうございました。ありがとうございました。実況委員長もありがとうございました。ありがとうございました。以上、ガチンコ紅白戦でした。さあ皆様、長時間にわたりお楽しみいただきました中日ドラゴンズファンフェスタ2024も最後のプログラムとなってしまいました。これよりエンディングセレモニーを始めてまいります。選手の皆さんはマウンド前方に一列に整列お願いいたします。エンディング終了後、選手はグラウンドを一周いたします。最後まで皆様、大きな声援をお願いします。それではここでドラゴンズ公式ファンクラブ内で行われておりましたファンフェスタ限定 MVP 大予想の MVP 選手の発表を行います。的中した方には MVP 受賞者のファンフェスタロゴ入り直筆サインボールが抽選で20名様に贈られます。それでは発表いたします。ドラゴンズ公式ファンクラブ MVP 大予想、 MVP は